この場はあなたに任す。応援してるわ。気をつけて。うん、わらわの活躍を存分に見守るがよかろう。おそらくベルンカステル卿は金蔵の不在を密室議論から看破してくるでしょう。密室での戦いは本来ガープの方が得意とします。クイーンは広い場所で戦ってこその支配者です。楽な戦いにはなりませんぞ。百も承知よ。わらわは今夏日に仕えておるのだ。その夏日の危機をガープに任せて高みの見物では、わらわの筋も通らぬわ。かしこまりました。ご分気をつけて。完全に密室にされたら私たちも助けに入れないのよ。ちょいと鼻であしらい、やばくなったら金蔵をひっつかんで逃げ出すだけだ。簡単なものよ。扉に窓に過去に未来にいくらでも逃げ出す場所はあるわ。密室になどさせるものか。姿はなくともすぐ近くで応援してるわ。頑張って。親父、いるなら返事をしてくれ。親父、じいさまめ、聞こえてねえのか。どうでしょう。金槌を落とさないでくれると嬉しいのですが。何秒経った？窓を叩いてから今30秒経ちました。あの、やっぱり割るのですか？その親方様が大層お怒りに。その怒りを受けるのは自分の役目と豪語してくださる方がいるから大丈夫よ。ルドルフさん、十分よ。やって。おう、おやじめ。割った後で文句言うんじゃねえぜ。親父、ルドルフだ。返事をしてくれ。忍者映画だとよく香水、布団がまだ暖かい、遠くには行ってないはずだってな。
しかし清掃は行き届いてるぜ。生活の痕跡はある。親父が寝床を抜け出したのはでたらめに見積もって数時間以上前ってことなのかな。おはようございます。親父じゃなくて悪いな。開けたのは俺だ。金蔵さんはいらっしゃいましたか？いや、ベッドを抜け出した後はあったが、いつ頃抜け出したのかもはっきりしねえ。最後に会ったのは夏日姉さんよね。昨夜の11時頃。それ以降に書斎を抜け出してどこかへ行ってしまったということなのかしら。それはでもお父様は気まぐれな方。唐突に夢で啓示を受けたと言い出して深夜に起き出してお屋敷の中を歩き回るようなこともよくありました。そうですよね、南條先生。確かにそういうこともありましたな。とにかくその気まぐれな方だ。なあ熊沢さん。そうですわね。何かおかしな夢でも見て寝床を抜け出したのかもしれませんね。よくあることでございますとも。じゃあ抜け出してどこに行ったっちゅうんや。お父さんひょっとして事件に巻き込まれた可能性も高いんとちゃうんか。ほらね、お父様の安否を確かめるべきだったでしょ。この部屋にいないとは限らないわ。ひょっとすると犯人に縛られてクローゼットの中に閉じ込められているということもあるかもしれない。ですね。探しましょう。当主様の大切な書斎ですよ。みだりに物に触れないように。ああそうだ、犯人さんに申し上げておきます。私、記憶力は写真並みですので、何かの証拠を隠蔽しようとして現場を改ざんすればすぐにわかります。こんなところでボロを出して私を失望させないでください。フーダニットが犯人のボロや失言で特定できるミステリーなんて参入だと思いません？何を言っているのかわかりかねますが、不謹慎な発言は慎むように。お父様いらっしゃいませんか？お返事をしてください。やっぱりお父様はいない？どっかに踏んじばられて閉じ込められてるかもな。それを探すところだ。よくこんなところに。いつまでも閉じこもっていられるもんだぜ。諦めよう姉さん。もうなるようにしかならない。奥様はどうなさるつもりかしら。自分でついてきた嘘のつけさ。運命は神様に委ねましょう。
当主様がお留守であることは明白でしょうに。もう十分です。これ以上当主様の大切な書斎を荒らさないように。そうですよそうですよ、お館様は勝手に物を動かされるのを何より嫌いますからね。お父様の姿はどこにもないわ。やっぱり事件に巻き込まれたのかしら。そうと決めつけるわけにもいきませんが。大丈夫だ夏日。まさに背水の陣というところですね。万一書斎に踏み込まれた時にはどこかへ散歩にでも行っているのだろうとごまかすつもりでいました。しかし、殺人が起こり大勢が殺された屋敷内をのんびり真夜中の散歩と洒落込んでいた。では誰も納得はするまいが、私ならばむしろ本当にやりかねんが。こらこら金蔵、おとなしくベッドの下に隠れておれ。大丈夫だ夏日、落ち着くがよい。いるものをいるとは断じれようが、いないものをいないとは断じれぬ。すなわち人間の世界はいようといまいといることのできる世界なのだ。そのいることのできる影こそが我ら魔女の悪魔の世界。悪魔の証明ですね。うん、だから安心するがよい。悪魔の力がそなたを絶対に守るぞ。お父様と夫の名誉が守れるなら、私はこの身を悪魔に捧げようとも構いません。良い覚悟だ。案ずるな。絶対に金蔵は殺させぬ。これでもう十分と思います。この書斎に後ろ宮金蔵さんの姿はありません。ああ、隠れられる場所は全て探したぜ。親父の姿はない。そして不審なものも何も見つけられなかったわ。ええ、何も見つけられませんでした。ならこの部屋にいつまでも長居するべきではありません。これほどの大勢で書斎を物色したなど、当主様が知られたらどれほどお怒りになられることか。エヴァさん、あなたは責任を取られる覚悟があるとおっしゃいましたね。生涯絶縁されるくらいの覚悟は終わりなのでしょうね。それを決めていいのはお父様ご自身だわ。あんたが決めることじゃないわよ。お静かに状況を整理したいと思います。昨夜の23時に最後にこの部屋で金蔵さんにお会いになられたのは夏日さんですね。それをどなたか証明できますか。証明？ええ、そうです。だって夏日さんが本当に昨夜の23時にここを訪れたかどうかは夏日さんしか自称していません。金蔵さんが昨夜確かに夏日さんがやってきたと証明してくれればいいのですが、その肝心の金蔵さんがおられませんので。アリバイはミステリーの基本ってわけ。え、そうです、アリバイは大事です。どうせ推理の役にはほとんど立たないのですが、その辺の重箱をつつかないといけないとお作法で決まってますので。昨夜の殺人のアリバイ探しなんてやってもないくせに、じい様の失踪についてだけはアリバイ探しをするのかよ。本当に気まぐれなやつだぜ。あ、ご安心を。もちろん第一の晩の殺人についても後ほどみっちりとアリバイについて全員に確認させていただきますので、乞うご期待を。それでどなたか、夏日さんが23時にここを訪れたことを証明はできませんか。あ、私が信用できないというのですか。いえいえ、むしろ逆です。あなたには犯人であってほしくないんです。だってすっごくつまらないじゃないですか。一番怪しい人物が本当に犯人だったなんて、三流ミステリーの極みです。夏日さんが怪しい？待ってくれ、どうしてそういう論法になるんだね。そうですとも、奥様が怪しいなど失言にも程があります。静かに南條先生、
合田。ありがとう。エリカさん、それだけの無礼な発言をなさるに足る根拠は終わりなんでしょうね。すっごいシンプルで嫌なんですけどね。テレビドラマレベルの根拠で恐縮ですが、それでもよければ。聞かせてもらおうじゃねえか。話です。殺人が起こって大騒ぎになった時のことを思い出してください。事件のことを金蔵さんに伝えたいけれど、いくら電話しても出てくれない、その時のことです。とにかく連絡が取れんのはまずいんでちゃうか。下手したらお父さん、事件が起こってることさえ知らんのやでな。さあどうでしょう。最後にお父様に会ったのは誰？いつ？私です。昨夜バトラ君が黄金を見つけたと騒ぎになる直前まで、お父様の書斎で一日の報告をしておりました。昨夜の23時頃ですね。それが何だというのですか、バカバカしい。多分キリエさんも狙って振ったんだと思います。そうですね。振ったとはどういう意味でしょうか。ひょっとすると誰か引っかかるかと思って。そうですね。ありがとうキリエさん。実はあの発言はあなたがなさらなければ私がするつもりでおりました。最後に親方様に会ったのは誰かという質問にそんなにも意味があるというんですか。はい、状況的に考えて最後に会ったのは誰という質問に対し、夏日さんが私ですと即答するのはとても不自然なんです。どうしてですか。奥様は包み隠さず真実を。静かに。それがどう不自然だというのですか。どうしてあなたは23時以降金蔵さんが誰とも会わないと確信できるのですか。それはお休みになられたのを見届けたからです。普通に考えればその後朝までお休みになられ誰とも会われないだろうと考えるのは自然なことです。状況的に考えて最終目撃者は何かの関与を疑われかねませんでした。普通の人間なら夏日さんと同じ立場だった時は、最後に会ったのは私です、23時に会いましたとは言いませんですね、キリエさん。ええ、そうよ。普通の人間だったなら23時に会ったのは私です。しかし私が最後に会った人間かどうかは分かりませんになるわ。グッド。最終目撃者だと名乗ることは普通困難なんです。自分が目撃した後に誰も目撃できないと確信できる理由をご存知でない限り、三流ミステリーですと最終目撃者は大抵犯人で、自分が殺したのだから